はい、えー。皆さん、こんにちは。高雪です。ただいま速報が入ってまいりましたえ。自宅にですね、1ヶ月間業務用の冷凍庫にて、遺体を隠していたということでですねえ、死体遺棄の疑いで逮捕されました。遺体の上半身にはですね、複数の刺し傷があり、警察は殺人の疑いも視野に捜査をしているとのことです。なんと逮捕されたのはね、女性だそうですね。そして刺されたのは男性。 死体機の疑いで逮捕されたのは大阪府の無職富田綾容疑者40歳だそうです1月上旬自宅の2階で寝ていた男性を刺し冷凍庫を購入して遺体を保管したそうですこのようにですね殺人事件が起こってしまった場合業務用冷凍庫がね使われるケースが非常に多いということがねわかりますねこの富田綾容疑者ね何があったのかは明らかになっていませんが男性をね刺してもう明らかにね殺人の 疑いがあるということで出ておりますので、えー、警察の方はねしっかりと捜査の方していただきたいと思います、えー、ではまた何か進展がありましたらご報告いたしますではまたお会いしましょうじゃあね